この動画には、以下のものが含まれています。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。皆さん、おはこんばんにちは。おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は協力狩りをやってくよ。マップは固形村だな。ちなみに思ったんだが、この固形村って読み方合ってんのか？知らんな。まあでもみんなに伝わるからいいっしょ。適当だなおい。と、早速心音が近いな。そうだね。ちょっと隠れて様子見ようか。でもハンターの姿は見えないね。今回のハンターは誰なんだろうな。彫刻師とあとバイオリニストだけはやめてほしい。とりあえず、船の上の暗号機解読していくよ。早速、一番右上の石が狙われてるらしいな。チャットを見る限り、小屋がある方角だね。ちなみに、協力狩りはアイテムが買えるが、何か作戦はあるのか？そうだね。とりあえずいつも通りやってみるよ。と、また心音が近くなったね。あれ石か？何か様子が変だが。BGM も鳴り始めたね。さっきのチャットの石、結構近かったんだな。こっち来るかな？どうだろうな。あ、やっぱり来るんですね、わかります。相手はリッパーだが。大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。まだここは船だからいいし、香水もあるからね。でも油断するなよ。わかってる。ここで一回香水使って降りよう。戻ると見せかけておいて、そのまま距離を離せるしな。なに？リッパーさっきまで後ろにいたじゃねえか。ふざけてんのかこの野郎。いやただお前がちゃんと後ろを見ずに降りたのが悪い。野郎落ち着け。ふう、私としたことが、少々取り乱してしまった。少々どころじゃない気がするんだが。まあいい。とりあえず、解読の続きをしよう。ところでさっき、いつも通りやると言っていたが、どんな感じにやるんだ？超香水できた時は、大体暗号機を解読して、ポイントを貯めた後、もう一つ香水を買うんだ。そうしたら万が一、ハンターに追われても結構、時間は稼げるからね。その後暗号機が、1個になった時にリモコンを買って、ゲートの前にロボットをスタンバイさせて、暗号機が上がった時にすぐに、ゲートを解読できるようにするってのがいつも、私がやってる作戦。というわけだ。へぇ？って、なんか気づいたら祭司が、チェアに縛られてるな。今回のハンターは、リッパーとレオっぽいね。そんでレオの方は瞬間移動持ちと、あのボートが、ある方に行ったね。おっとここで石がダウンしたな。暗号機残り5個で2人ダウンか。ちょっと今回は結果が予想できないな。そういえば、超高知って暗号機解読ミスしちゃ、いけねえんだっけか？そうそう、解読ミスをすると、確か外在特質の記憶喪失ってやつで、震度の低下が一般サバイバーの3倍になるからね。あまりしない方がいいね。今誰か祭司のこと、助けに行ってくれてるみたいなのか。そうみたいだね。でも、ハンター二人とも、キャンプ体制に入ってるから、大丈夫かな。と思ったが助けに行ってなくないか？いや、行ってるみたいだよ。しかも4人くらい。わお、そんなにいらないと思うが。確かに、あと1人2人くらいは暗号機、ちょっと回してほしいかな。ねえマリサ思ったこと言っていい？なんだ？見ろ、人がゴミのようだ。死んでみる。さあ戦した。お前そんなこと言ってっと、後で痛い目に遭うぞ。大丈夫大丈夫、これぐらい言ったって、罰なんて当たらないから。見事なフラグが立ったな。おい、まあ、そんなフラグなんて石折ってやりますよ。よし、香水買ったから、次の暗号機に向かおう。一番右上の石も助けられたな。そういえば、今回はちゃんと危機一発、つけてきたんだろうな。もちろんですとも。この前はたまたま滅多に使わないキャラを使ったから、人格設定をするのを忘れただけで、超香水は結構使うから、もともと設定してあるよ。待って心音近くない。まさかこのオフェンスこっちにハンター連れて来たんじゃな。Surprise, motherfucker! ふざけるなー！おい！このまま脇を通って祭司助けるぞ。切れておきながら結局、自分から行くんかい。ここで私が行かなくて、誰が行くってんだい。私の神プレイで見事に助けてやんよ。ほらよ。そのまま肉壁するのか。おう、うまくいけばいいけど。って、祭司？危なかったな。まさかあそこで、突っかかるとは思わなかった。ワープ繋げようとしたのかな？まあでもうまくいってよかったじゃないか。あの下手っぴな霊夢にしてはうまかったぜ。一言余計だぞ。レオが、前の暗号機に瞬間移動してきたな。ほんとだ。こっちに来なければいいけど。さっきの祭司は逃げ切れたらしいな。よかったよかった。残り暗号機3個で一応、全員いるのか。ワンチャン6、7人逃げできるぞ。おっとレオがこっち向いてるぞ。逃げるんだよーサーキーなんだこのデジャブ。こっち来てない、ぽい。でも心音はするな。あ、さっきの祭司やられちゃってる。逃げ切れたと思ったが違ったか。てか心音近くなってないか。いや、レオからは確実に離れてるはずだし。って、目の前にレオの運用がいたわ。危ない危ない。とりあえずさっきの暗号機の解読、続きやっちゃおうか。祭司荘園に送られちゃったな。まあめちゃくちゃ頑張ってたし、お疲れ様です。もうこの暗号機あとちょっとで終わりだな。だね。この暗号機、終わったら加速剤でも買いに行こうかな。あれあるとちょっと楽だしな。このタイミングで来るか。
しかもハンターはリッパー、リベンジ戦だな。やばい反応遅れて香水使えなかった。Here's Johnny! ものすごい形相で切れてらっしゃる。私が何したってんだ。ただ救助して暗号機解読してただけだぞ。ここで先ほどの映像をどうぞ。見ろ、人がゴミのようだ。お前そんなこと言ってっと、後で痛い目に遭うぞ。大丈夫大丈夫、これぐらい言ったってバチなんて当たらないから。バチなんて当たらないから。バチなんて当たらないから。霊夢、何？マリサ、フラグ回収オツです。あ、見て見て、リッパー当てられてやんの。ざまみろ。お前って学習能力ないんだな。また同じことになっても知らんぞ私は。なに？おい、せっかく助けに来てくれたのに、くんな。で、リッパーさっき瞬間移動使ったばかりだろ。なんでこんな回復が早いんだ。多分回復剤かなんか使ったんじゃないか。それに助けに来てくれたはいいけど、アイテムも何もないし、船だからって長く停止はできないから逃げれる確率低いんだけど。石が信号銃撃って時間稼いでくれたな。今のうちに逃げたいけど、船の前の板はもうほとんどないから、ここの段差の下に一旦隠れよう。うまくいくといいが、どうだ？ついてきて、ない？あ、待って待って、なんか嫌な予感するだけはやめて。さっきの周りを何て言って、すみませんでした。やめてください、お願いします。だなんでこんなひどい目に遭うの。日頃の行いが悪いからだな。もうダメだ、おしまいだ。諦めんなよ。まだだ、ゲートの前のチェアだ。それに回数はあと1回残ってる。希望を捨てるには早いぞ霊夢。でもまだ開いてないっぽいし、他の2人のサバイバーに指名手配ついてるから、迂闊に行動できないし。レオが反対側のゲートに飛んだな。そうだね。でもまあぶっちゃけ言って、4人以上逃げ切ればサバイバー側の勝ちだから、5人最低でも4人逃げて引き分けになってほしい。カウボーイ助けに来てくれてないか。カウボーイ、わざわざダメージを負ってまで助けに来てくれたのか。なんてかっこいいやつなんだ。よし、このチャンス無駄にするものか。最後まで諦めないぞ。なんだと。救助してくれただけじゃなく、ハンターから距離を離してくれるとか紳士すぎるだろ。絶対にこの試合勝たなければ。そうだな、絶対勝とうな。とりあえず体勢を立て直そう。このまま行ってもダウンさせられて終わりだからね。ついでにカウボーイも治療してあげよう。強行士は治療に少し時間がかかるんだっけか。うん、だから先にカウボーイを治療してあげたいなって思ってるよ。でもその前にちょっとお買い物。何を買うんだ。見てればわかるよ。早くしろよ、カウボーイだって待ってるぜ。まさかお前、やる気じゃないだろうな。そのまさかだよ。あんだけボコボコにしてくれたリッパーにお礼をしてあげるのさ。やめろ。おい、これはゲームなんだぞ。リッパーはそのゲームのルールに従ってやっただけだ。相手は何も悪くない。問答無用、よくもやってくれたなリッパー。いくらゲームのルールだからといっても許さないぞ。この信号銃でめっためたにしてやる。頼むからやめてくれ霊夢。そんなことして通報されても知らないぞ私は。ま、嘘なんですけどね。何か言うことは？誠に申し訳ございませんでした。本当はちゃんと使い道考えてるよ。ゲートに行く時の万が一と、もし誰か風船で釣られてたら助けるって。なんだよ、だったら最初からそう教えろよ。ごめんごめん。てかまずい、お互い治療が終わってないのにハンターが近くに来ちゃった。目の前で石がダウンしたのか。助けるのか。もちろん、そのための信号銃だからね。それに助けてもらった分、役に立ちたいからね。あまり無理をするなよ。ありがとう、頑張っているよ。今だ。なに？あ、ちょっちまっち、ちょっちまっち。あー、信号銃届かなーい。しかもなんとか撃てたけど、座らせられた直後だったー。おまけに初釣りだったらしく、すぐに助けられない。まあ、こんな時もあるさ。せっかく役に立てると思ったのに、ぐすん。とりあえずゲートに向かおう。ここでグダグダしてても捕まるだけだ。そうだね。本当はもっとサポートしたりしたいけど、ワンダメ食らってるしね。前方にレオ発見。気をつけろよ、まだノーワン切れてないかもしれないからな。了解。お、しかもここに地下室がある。私たちが逃げてる間に、開けといてくれたんだな。感謝感激。とりあえずこの石に残りの治療をしてもらおう。逃げないのか？もし、瀕死の状態でハンターに追いかけながら来た時、肉壁とかサポートできるからまだ今、すぐには出ないかな。本当はこういう時、出た方がいいのかもしれないけど、私下手くそで無知なんでわかりません。
とりあえずすぐなんかあった時に逃げれるようにラグビーボールでも買っとこうかな。おい、後ろからレオの音量来てるぞ。大丈夫か？ゴリ押しで行けばなんとかなる。それしたら回復してもらった意味がなくなるだろうが。許してヒヤシンス、ヘロしばくぞ。ソーリーソーリー、次からは気をつけるよ。さっき治療してくれた石がレオに追いかけられてるな。多分あの石は大丈夫だと思う。問題はさっき椅子に縛られた方の石だね。救助してもらったみたいだけどダメージ食らっちゃったみたい。危機一発の効果が切れる前に。で、あ、あっと間に合わなかったな。後ろからリッパーも来てるし、そろそろ逃げた方がいいんじゃないか。ゲートから逃げようと思ったけどまだ開いてなかった。ハッチの方に行くしかない。みんなには悪いけど先に逃げさせてもらおう。ごめんね、みんなありがとう。さてちゃんと最後まで見なきゃね。みんな頑張れー。ほんとこのカウボーイすごいな。めちゃくちゃ助けるやん。てかナイス連携すぎる。私も早く上手くなりたいな。捕まって大使もなんとか逃げ切れたな。あー、オフェンスがあと一歩だったのに。せめてカウボーイだけでも。あまり無理しなくていいよカウボーイ。早く逃げるんだ。あと一人でも逃げれたら引き分けになれるから。で、さっきの回復してくれた石だ。あ、でもオフェンスダウンさせられちゃった。やばい、カウボーイも危険だぞ。頑張れ。で、ああ、さっきの石は大丈夫か？今見てみる。追いかけられて、だけど諦めたか？釣りに行ったね。まあでもあと、この石とどっかにいる探鉱者が逃げてくれれば、サバイバー側の勝ちだ。探鉱者ゲート前にいるね。どこに行く気だ？この探鉱者。地下室の位置が分かってないのか？いやでもさっき地下室の前にいたから多分位置は分かってるから、おそらく船の上にある電話でアイテムかなんか買うんじゃない？もしかしてカウボーイとオフェンスを助けるつもりでいるのか？私としてはもうなるべく早く逃げてほしいんだが。ここで石が逃げたね。お疲れ様です。残りは動けるサバイバーは探鉱者のみ。こいつの行動でこのゲームの勝敗は決まるな。リッパーがまだチェアの前にいるってことは、レオが瞬間移動したね。おそらく反対側のゲートだろうな。注射器買ったのか。これだとカウボーイの救助には絶対間に合わないな。そうだね、回復終わるまでカット。カウボーイ荘園に送られたな。マジで私の中で今回のゲームの MVP はカウボーイだね。上から目線な発言になっちゃうけど、めちゃくちゃよく動いて頑張ってくれたしね。やっぱり助けに行くみたいだな。近くにレオだけでリッパーは見当たらないみたいだし、チャンスだな。頑張れ参考書。ナイス進行中。これであとは助けてハッチに逃げるだけだ。いけー。よっしゃー。逃げ切れたのは6人。結果、サバイバーの勝利。いやーよかったよかった。ほんと最後の方ヒヤヒヤしたよね。だな。今回はみんなの連携が良くてびっくりだったぜ。一緒に遊んでくださった野良さん、ありがとうございました。これからも動画はやりたいとき、時間があるときにやるぜ。それではご視聴、ありがとうございました。